どうも、古宮和人です。先日ですね、チャンネル開設しまして、質問とあれば私の方に依頼をしてくださいというふうに言わせてもらったんですけども、早速なんと第1号の質問がやってきました。ありがとうございます。質問内容の方ちょっと読ませてもらいますね。はじめまして、和歌山在住で長年智弁和歌山のファンをやってます。高島監督の書籍を読んで興味深かったのは、ランナーが一塁の時はゴロを打つなという指導をしているということでした。フライボール革命にも似たような考え方は高校野球の常識とは正反対にも思えます。しかしゴロを打つなの指導こそ長打を連発する智弁野球の根幹にもなっているように思いました。そこで古宮さんはゴロを打つなの考え方はどのように考えますかということでご質問をいただきました。どうもありがとうございます。まず高島先生の書籍っていうのはこの一徹っていう書籍ですかね。私もちらっと出てきますので、どうぞ皆さんお買い求めください。そうですね、私が当然現役時代の時から、ゴロを打つなというふうなことはよくおっしゃられていました。っていうのもランナーがいてゴロを打てばゲッツーの可能性が高くなると。で、高島監督の場合はそのゲッツーで一気にチャンスが潰れるのを嫌うというふうな監督であります。で、私が9年間ずっと高島監督と一緒にやってる中で、当然選手時代もその考えが植え付けられてきたので、もうその考え方には大賛成というよりも、むしろそれをどう選手に伝えていくのかっていうコーチの立場でやってきたので、その高島先生の野球こそ私の野球の考えにもなっていると言えます。だからこそ私はコーチとしては、いわばゴロではなくて、高島監督が目指すしっかりと自分のスイングをして振り抜いてガンガン長打を打っていく、当たったらホームランやんっていうような野球を選手たちができるように実力をつけるためにはどうしたらいいかっていうのをずっと考えてきた上で、そこにたどり着いたのがですね、 OPS という数値です。これは、セイバーメトリックスの数値の中で最も打者の攻撃力をシンプルに評価する一つの指標と言われています。で、私2017年から部長を務めさせてもらって、そこから野手のトレーニングも、当然バッティングの技術指導も全般的にやらせてもらう中で、選手が練習試合重ねるにつれて打率、あとはホームラン数であったり、いろんな記録が出てくるんですけど、OPS という数値は長打率と出塁率を足して算出される数値になってます。で、プロ野球では 1.0 を超えると、超一流の打者と評価されるんですけど、私がコーチ時代、高校野球ではどれぐらいの数値を超えてくれば一流かなというふうに考えたところ、やはり高校野球では 1.2 を超えてくるバッターが超一流かなという、私の、物差しですけども、そういうふうに設定させてもらって、それを選手と共有していく中で、試合で出てくる、様々な数値を計算する上で当然 OPS も出してきて、で、君の OPS は今これぐらいの数値だからっていう風なところを常に共有しながら、数値目標をしっかり立ててコーチングしてきました。当然技術指導だけで、OPS の数値はなかなか上がってきません。なぜなら長打率あるいは出塁率というのはやはり体の強さとか体のテクニックがそもそもないとなかなかうまく上がってきません。なのでトレーニングのプランを考えるところから、いわば OPS の数値がどのようにして上がるのかっていうのを常に選手と共有しながらコーチングしてきました。なので結論を言いますと、先ほども言いました通り、ゴロを打つなという野球の考え方には大賛成です。いろいろ戦術とか絡んでくると当然ゴロを打たなければいけないケースもあると思うんですけども、基本的には私もライナーあるいは自分のスイングをしっかりしてどんどん甘い球を逃さず長打を打ちなさいという高島先生の野球に大賛成です。ありがとうございました。このように些細なことでも構いませんので、私に質問したい、聞いてみたいっていうことがあれば何なりと質問してください。私の個人事業ホームページから、YouTube の動画このような内容で作成してくださいっていうのを送信できるフォームがありますので、ぜひそちらから
私の方に要望等依頼をよろしくお願いします。どうもありがとうございました。